このエピソードは実在のアズール連関連作とパラレルの関係なの。自由に楽しんでほしいの。かろうじて部屋からは出たけど、図書館まで行く気には絶対にならないの。キューブのことを可能な限り調べてってユニオンのみんなに頼まれたけど、ネットで検索しても出てこないものなんて私には無理ゲーなの。ああ、廊下で大声なんか出してどうした？あ、ごめんなさい。なの、見るからに困ってるみたいだけど手伝いはいるかい？実は演習で使ってるキューブの材質とか性質をユニオンで調べることになったの。なんだ、そんなことかい。よく考えたら合同団演習主催の中央の人に聞くのが超手っ取り早い気がするの。いい見立てだね。ただ残念だな、このキューブを用意したのは私じゃないから聞かれてもさっぱりわからん。そんな、そう露骨に残念そうな顔すんなって、よし、私が後で獣王で詳しそうな人に聞いといてやら、何か分かり次第報告してやるよ。そこまでしてくれるの？おお、何しろ合同大演習だ。困った時は何だって協力し合う、それがルールってもんさ。本当にありがとうなの。でも何でお礼をしたら。礼なんてと言いたいところだが、せっかくだからユニオンの寮を覗かせてくれよ。気になってたんだけど入るきっかけもなくてさ。そんなのお安い御用なの。なんならゲームも遊んでいくといいの。ああ、ありがとうな。合同大演習やっぱいい祭りだな。ヒューガが押してくるのもわかる。ゲームでの勝負も楽しみだぜ。まずは楽しく遊ぶの。